好，所以现在的话，应该就是要去找敖丽的那本书嘛。那我们先去一下看看好了。有听到一个啊，那个オカミなんですよね。啊啊，那个可愛い顔して人殺しなんて人は威嚇によらないですね。だから違ってば。いいえ、あなたがオカミです。私の黒魔術の欄によると。そう、結果が出ていってます。そんなデタラメな勝手なことを言わないでよ。とて怒らないでください。やっぱり男性は嫌いもらす。まずいぞ、みんなに疑われている。最後ね、俺が犯人じゃないって証明するために急いで探索しないと。あ、ドクサさん、いかなり何てことを言うんですか。うるせえ、私にどっぷりコーヒーを飲ませようとしたくせに。あれを飲んだら今頃私が絶対に許さねえからな。ダメだ、聞く耳に戻しとしない。あ、さやみたくや、裁判まで暇だし、なんか料理でもするかな。おい、いきなり最後の晩餐に食いたいものがあれば聞いてやろうよ。結構です。私はま、俺はまだ死ぬ気がはありませんだから。ふっふっ、ちょっと有点無感。あれは桜さんとショマさんだ。何か話してるみたいだな。うん、確かにここにはいろんな毒物が置いてあるようだ。そういえば、いきなり君が使った毒物は具体的にどんな効果があったんだ。いや、私にもそこまで詳しくわからないのよ。私が普段扱う薬は精神安定剤とかそういうのだからね。まあどっちにしろ、いきなり君の仕業には間違いないか。やっぱり俺が犯人だと決めつけている。早く新しい証拠を見つけて、この最悪の状況を覆さないと。いつもフラトリア、人を殺すのって案外簡単かもしれないね。ここにある道具だって使うようにな、によってはいくらでも。おっと、弱いおしまりようにはもう関係ない話だったね。そうだ、このまま俺が本人じゃないと証明できれば俺は器用で。天哪、あれは伊作さんと美穂さんだ。何かが話しているみたいだな。ねえ、美咲さん、あなた、さっき、ゆきのりくんがコーヒーを勧めていたという話の時、何か言いかけてなかった？そうでしたか？なんもないですよ。本当に？本当はゆきのりくんにコーヒーを勧められたんじゃない？もしそうなら、なんで隠すの？怪しいわね。違いますって、星は彼に何もされてません。そう？そこまで言うなら分かったわ。美咲さん、なんで俺にコーヒーを勧められたことをダメって言うんだ？やっぱり何度考えても理由が分からない。とにかく、今は目の前のことに集中しよう。他可能是因为知道他没有想要杀他的意思吧。他到最后，他正想要，他看那个红色的杯子，他其实就已经知道那个有毒了。可是那个学生曾经说过，那个里面有放毒，有虫，所以他就把它倒掉之类的。所以他可能就动了恻隐之心吧，我猜。然后再来是这边的，あれは林太郎とおさむさんだ。何か話しているみたいだな。あおりさんの遺体を調べてみたんだけど、特に手がかりのなさそうなものは見つからなかったよ。やっぱり犯行の手口は得意のコーヒーで確定だかな。まあそう考えるのが妥当でしょうね。犯人はきっと雪乃くんです。今回の狼裁判ですんなりいきそうですね。你要栽赃是不是？你越来越可疑哦。そう、やっぱり俺が犯人だと決めつけられている。早く新しい証拠を見つけて、
この最悪の状況を覆さないと。好哦。他一楼是在三楼的教室啊，去看一下这里。这里。哎，怎么变成这个？お菓子が置かれている。あおりさんの、え、なんだかそのリュックの横にあるということは、あおりさんかな？あおりさんは、ポッキーが好きなんだよ。ん？在这里。え、哼、走爆了、在这种地方、傻眼。あ、あった。これは、あおりさんが持っていた手帳だ。どうしてこのところに？葵さんが殺されている前にここに隠したのか、それとも死後誰かが。今はそんなことを考えてる。考えてもわからない。そういえば最後に葵さんに会った時、この手帳に何か熱心にメモをしていたんだよな。俺を見てとっさに隠したみたいだけど、まあそんなことはいい。とにかく早く中身を見なくちゃ。一体何が書いてあるのだろう。あれ開かないぞ。この手帳、影がかかっているのか。你怎么在手上留心那个笔记的上锁啊。どうやら正しいパスワードを入れないと開かないみたいだ。パスワードか。そう言われてもパスワードのヒントなんて一体どこに。手帳の裏に何か書かれている。これは、ええ、私の中には四つの人格がある。ええ、でもこのメモ帳は私だけのもの。他人には見られたくない。四つの人格、なんだこのメモ。葵さんの手帳に書かれているということは彼女が書いたものなんだよな。この文の下にも筆跡が違う文章がいくつか書かれている。読んでみよう。いい、読めないな。俺にも手帳のパスワードを教えてくれよ。確か私の記憶が正しければ、パスワードは私たちの大事な人の誕生日だったと思うんだけど。マジか。そうそう、僕が最初にパスワードを発見した時は、誕生月と誕生日を入れ替えたりせずに、そのまま誕生日を入力すればよかったんだ。ほんとか？ G は嘘つきだし、信じられないな。そのこと言ったら、僕以外も全員嘘つきじゃん。いや、C はただ忘れっぽいだけだろ。どっちでもいいけど、もうパスワードは変えているわ。どうせわからないでしょうから、ヒントをあげるけど、今は私の好きなお菓子の日よ。なんだこれ。意味がわからないけど、とりあえず、これがパスワードのヒントになっているのことは確かだろう。青戸さんが生前の行動が知るためには、この手帳を確認するのが早いだろうし、仕方ない。少しパスワードを調べてみよう。应该是要去找他的那个、行李吧，看一下好了。这个，あおりさんのリュックだ。もしかしたらそういうこと、この中に手帳のパスワードのヒントがあるかもしれない。他人の荷物を勝手に見るのは気が引けるけど、こんな状況だし、仕方ないよな。あおりさんってあまり物を持ち歩かないのかな。カバンには特に怪しいものが入っていない。ん？これは、古い手紙だ。宛名は書かれていない。今日はあなたの誕生日。今年も私はあなたの誕生日を祝う。あなたは私のすべてだった。あなたが私に心を教えてくれた。あなたが私に生きる意味をくれた。あなたと出会えて私は救われたの。だからあなたの誕生日は私にとっても大切な日。今は会えないけど、いつか会いに行くよ。12月12日、葵。
それは子供の頃の葵さんの手紙。こんな古い手紙を大事に持っているなんて、葵さんにも大事な人がいたんだな。应该是这样子吧，反过来。对呀。咔嚓。よし。手帳のロックが開いたぞ。なるほど。この四角には手帳の裏に書かれていた会話から、誰が嘘つきかどうかを見抜ければ、パスワードを見つけることができるんだ。会話をするしと考えてみると、パスワードは、あおいさんの大事な人の誕生日を、月と日付を逆転させて入力すればよかったのか。はぁ、いろいろ思考を巡らせたせいで少し疲れた。これって、いわゆる、理論、パズルというやつだよな。あおいさん、こういう問題好きだったのかな。まあ、とにかく、手帳のパスワードが解けたことだし、早速、手帳の中を見せてもらおう。あおいさん、失礼します。何々、赤村翔馬、声が大きい、自信のなさの裏返しか、あまり頭は良さそう、なさそう。ちょっと有点怖い。伊田林太郎、何を考えているのかわからない。つかみどころがない少年だ。海道美穂、弁護士というだけであって、行動も発言も理論的だ。あまり敵には回したくないタイプ。これは、狼疑問参加者たちのことが、こと細かに書かれているみたいだ。葵さん、カウンセラーだったから、みんなのことを分析しようとしていたんだよな。次は、神木律、小さいが伊勢だけがいい。ははは、这个超级怖い。只有、oh my god。近所の懐かない猫を思い出す。小宮千恵、引きこもりの患者は大勢見てきたが、彼女の変人ぶりは、雲を抜いている。下月ゆきなに、何の変哲もない学生。気弱で繊細的に女性っぽいところが見受けられている。Oh my god, たこ、たこだぞ、有点興奮。葵さん、こんな風に俺のことを見てたのか。女性っぽいってどういう意味だよ。你装很好看吧。你装很好看。うん、ページの下の方にまだ何か書かれている。追記、図書室に行って、雪乃くんにコーヒーを勧められたけど、断った。あの時のことか。とにかく他のページも一気に読んでしまおう。土屋拓也、早よだというわけであって、確かにイケメンだ。不安げに見えるが、果たしてどこまで演技なのか。長屋おさんも、情に冷静で頭も良く、見た目に反して、意外と人当たりもいい。その反面、一般的な教師よりも情熱が欠ける印象。にもらこう、頭の回転が速く、ストレス耐性があり、他者への警戒心が異常に強い。どんな少年自害を起こったのか、一度カウンセリングをしてみたい。森美咲、いわゆるコスプレ女子だが、変身願望 があるタイプには見えない。よほど他者に隠したい何かがあるのか。米森悟、血が逃げて、苦手だという精神科医。噂には聞いたことがあるが、彼があの米森病院の。リカは言うと、いつもゲームばかりをしている小柄な青年。用心深く、気弱そうだけど、頭は悪くなさそうだ。ペラ。このページからは違う内容みたいだ。今回の狼は彼だ。そう、私の直感が告げている。だが私の勘だけでは、狼を裁判で追い詰めるのには 不十分かもしれません。確定的な証拠や目撃者を作るには、協力者が必要だ。協力者を選ぶなら、頭がよく感情に作用されず、社交的な人物がいい。そういう人物と組まれば、今後のゲームで生き残る可能性も上がるはず。そうだ、あの人と手を組もう。
他の参加者にも私たちの関係がバレない方がいいだろう。一体暗示室で密かに会うことにする。これは葵さんが誰が狼なのか気づいていた。そしてその狼を追い詰めるために誰かを協力者に選んだんだ。葵さんには密かに手を組んでいた人物がいて、そして葵さんはその協力者と会うために教室から移動して遺体暗示室に向かって、そこで誰かに殺された。この手帳には協力者の名前は手帳のことどこにも書かれていない。一体葵さんの協力者って誰なんだ。その時だった。ピーピー、さあさあ、びっくりした。時が過ぎるのは早いもので、もうオオカミの裁判の時間がやってきてしまいました。そんな、もう?それでは裁判の部屋に起こしてください。オーマイガー、好多三個、就有三個。全員集まったようだな。オオカミによる殺人後、12時間が経過した。それでは今から狼裁判を開始する。皆さん、狼に関わる証拠は見つけることができたでしょうか。そうですね。今回は見つないで確定だろ。大丈夫だ。落ち着いて議論しろとしたら、俺の無罪は証明できるはず。1回目は見事なセーフティーで狼を炙り出しましたね。また今回も皆様お見事な推理を期待しまして、狼を処刑することができたら次の脱出の扉が開く。次こそ本当に外を出られるかもしれません。それでは第2回狼裁判開始です。你敢骗我，我都看到那个地图了，我可能。